どうもすみません。エルムステークスしゅ馬ば1頭ずつについて喋っていきたいと思います。土曜日の競馬を見た感じだと雨が降ってるということで、足抜きのいいダートでスピードのある馬がなかなか止まらないっていうような競馬が多かったように感じました。まあ、それでもある程度自力がないとっていうところもありますんで。でまあ、その辺も考えていかなきゃいけないのかなっていうところですね。 で不良馬場で水の浮くような馬場にまでなっちゃうと瞬発力を削がれたりだとかそういったこともありえますんで、まあ、水の浮くようなダートになっちゃうと直線一気とまではなかなかいかないとは思いますね、まあ、そういう競馬は珍しくなると思いますなので4コーナーのところである程度真ん中よりも前高位ですねその辺につけれるような馬が 勝ち切れる可能性があるかなっていうところでまあそれで展開を考えていくとモンドクラッセかドリームキラリこの辺が行きたいもしくはテーム迅速がいっちゃう可能性もあるんですけれどもまあ先行馬がこれだけ揃ってると先行馬が苦しくなるんじゃないかっていうふうにも考えられるんですがまあ,ある程度隊列がすんなりと決まればまあ そこから落ち着く可能性もあるんですよ、ね、まあペースはあんまり関係なくて、まあ、平均ペースハイペースであってもあまりにも無謀なペースでなければ他の馬たちにマークされないような形であればスピードのある逃げ馬もしくは2番手からすんなりみたいな馬が手応えよく回ってこれる可能性もあるかなっていうところなんですよね。と、まあ、とにかかかくスストレスを掛け合うかどうかっていうどいことが 一番レースを左右すすするかなっていいううところででねそれではうちの方から1頭ずついきますコスモカナディアンコスモカナディアンは差し馬なんですけれども内枠を引きましたし前が引っ張ってくれる中で中段あたりで足を貯めることができれば面白いかなっていうふうに思ったんですけれどもただ 足抜きのいいダートで、ついていてけるかかどうかなんですよね追走が楽にできれば勝負どころですっと動ければ勝ちきってもおかしくない馬だとは思うんですけれども、まあ、とにかくそのスピード負けしないかっていうところですね生きっぷりによって結果が大きく変わるかなっていうようなイメージですね。 どちらかというと両馬場の方が安定して走るイメージがある馬ですし、まあ、走り方双方馬体なんかもそうなんでまあ穴馬としては面白いんですけれどもっていう感じはありますね。で丹内騎手は直線を追うということに関してはマイネル軍団の中でマイネル軍団主戦の騎手の中で追うことに関しては一番優れてるかなっていうイメージがあって。 まあそれでも直線を向くまでの過程ですね、そこの過程が安定しないところがありますんで、まあ、いい形で直線を向くことができればっていうところはありますね。ロンドンタウン。ロンドンタウンはですね、まあ、以前は時計のかかる馬場の方がいいかなっていうところがあって、まあ、どちらかというと両馬場の方がいいかなっていう感じが今もあるんですけれども、まあ、この馬に関しても追走ですね、あとは勝負どころである程度、 入れてでも上がっていけることができれば、まあそうですね、はまってもおかかしくはないかなっていうところですね元々は短めの距離使ってた馬なんですけれども、まあ、だんだんと長い距離使ってきたんで今この状態で追走がどれぐらいまでできるかっていうところですね。まあ、どちらかというとやっぱりまだ両馬馬の方がいいかなっていう感じがあってまあ足抜きのいい馬場でも。 ここなせるるととははは思うううんでですすけれどども、その辺は走るかどうか半半信半疑っていうところですねドリームキラリー。ドリームキラリーはですねまあスピードを生かす形が合うとは思うんですが先行する形が合うとは思うんですけれども、まあ、パンチがないということはあとはそんなにコーナーからグイグイスピードに乗るタイプの馬でもないんでコーナーから絡まれるとあまりいいところが出ないところはありますね。 なので、まあ、すんなりと直線を向くまで追走ができればしぶとさはあるんですけれどもっていう中で型馬、まあ、が何頭かいるんで例えば花切って大逃げに近い形でノーマークでいければっていう程度で考えてますね。ははですね、まあ元々は 古川騎手乗ってなかったんですよね。やっぱり古川騎手は乗ったっていうことは大きかったと思いますね。古川騎手はですね。過小評価されている機種なんですけれどもま関西で言ったら三重騎手和田騎手あの辺はすごい載せいい馬乗せてもらってるんですが。ま、あの辺の機種に劣る機種だとは僕は思ってなくて。古川騎手は？ま、トップジョッキーのレベルという天才派だとは感じないんですけれども。ただ。 まあ上位20人ぐらいに入る全国リーディング上位20人ぐらいに入ってもおかしくはないかなというぐらいの実力はある機種だと思いますね、まあ、あんまり癖がないというか、まあ、正統派の中である程度後味の悪くない乗り方をしてくれることが多いかなという感じですねなのでいい馬に乗ればある程度はいい結果を残してくれる機種っていうイメージですね でもうですね低円、まあ、迅速自体今回はどっちに出るかっていうところがあって同型馬がいて特に今回はモンドクラッセっていう馬がいて、まあ、この馬はスピードに関してはテイム迅速と遜色ないかなっていうところがあって、まあ、スタート直後テイム迅速そこまで。 花に自然に花に立っちゃうほど速いというわけでもないので、控えた場合ですね、控えた場合に、もしモンドクラスが玉砕的にスピードを生かす競馬をして逃げた場合ですね、その場合に思うように勝負どころで手応えよくスッと上がれない可能性があるんですよね。そういうロスがあったときに怖いのはこういうタイプ、テイム迅速みたいな馬なんですよね。瞬発力タイプではなくスピードタイプであるがゆえに、自分の形で競馬ができなかった場合ですね、その場合に、 直線甘くなるる可能性があると思います。ただ今の充実っぷりですねあとはそうですね打ち目の枠を引くことができましたんで控える形で難なく突き抜けるっていうこともありえると思います、まあ、ですが、まあ、可能性としてはそのモンドクラスへの競馬に飲まれた場合に思うようにいかないこともありうるっていうことですね。親子高。 親子高は地方ででちょっとわからないですねリッカルド。リッカルドはですね一番いい頃と比べると多少筋肉が落ちたかなっていう感じはあるんですがですがここに来てだんだんと調子良くなってきましたんで、まあ、この条件得意として重症で構争したことがありますしまあスピードはある馬なんでまあ道中うまく追走できれば。 勝ち負けしてもおかしくはないかなというところなんですが、ただ、どちらかというとパサパサの量の方が構想するイメージがあるまで、まあ、足抜きのいい場は苦手とまではいかないんですが、まあ、ほんのちょっとだけ割引が必要かなっていうイメージの中で、印が回らなかったっていうところはありますね。スピードタイプなんですけれども、道中足がたまらないとっていうタイプで、 前に壁を作りりりななががら、らごままかしながら回りたいところはありますね。それで勝負どころで他の馬たちのペースを飲まれないように自分で動くだとかもしくは馬群の中で足を溜めて直線勝負だとかそういうような形が合うかなというところで、まあ、足を溜めなきゃいけないスピード馬っていうのはちょっと難しいところがありますんで安定しないところがあるんですけれども、まあ、能力的にはあってもおかしくはないかなというところですね。たただ、ピークはちょっと過ぎたかなっていう感じはあります。 多摩ル,ルンは地方場でちょっとわからないですね。まあ、西寄線とかその辺の時に中央で乗ってたみたいなんですけど、その時のパドック映像を見た感じだと、まあ、そんなに大物感があるわけでもないですし、ちょっとっていう感じはありますね。ラインハート、ラインハートは芝から矛先を変えてっていう形なんですが、まあ、そんなにダートが合うのかなっていう感じはありますね。 まあもうちょっとメンバーが落ちたりだとか、まあ、条件によってはあとはパソパソの量とかだったらいいところあるかもなとは思うんですが、まあ、ちょっと今回は狙いづらいかなという感じがありますねピオネロピオネロはですねこの馬はネオ・ユニバースサンクで、まあ、ネオ・ユニバースサンクについては何回も言ってるんですけれども気性が最悪な決闘でして当てにならない馬が多いんですよねそれでルメールメ騎手みたいな、 超一流騎士が乗っても動かない。馬っていうのが多いのがネオユニバースサンクです。まあ、ただ現時点では比較的真面目に走ってくれてますし。しまあ、そこまで気象が悪く出てないかなっていうところがあって、まあ、道中嫌気を出さなければ構想はしてくれるんじゃないかなというところですね。ただ道中追走できなかった場合。 スタート直後からリズムを崩した場合ですね。その場合っていうのは全くっていう可能性あると思います。で、スタートがであんまり速くないんですよね。このま,まスタートダッシュが速くなくて、まあ、そこでリズムを崩しちゃったら終わる可能性がありますし。まあ、行き足がついてからですね。道中の行きっぷりなんかは気分いい時にはスイスイ行ってくれるんで、まあ、とにかく向こう。上面までどんな形で進めるかっていうところはありますね。 まあ、ルメルキシュンなんでまあ、ど道中とにかく向こう上面ぐらいまでうまくいけばなんとかある程度は構走させてくれるイメージはありますね。でこの、まあ、瞬発力はそんなにないんですけれども、まあ、コーナーから動けるそういったようなところもありますんで、まあ、とにかく3コーナーぐらいまでが一番鍵になってくるかなっていうところです。 足抜きのいいババは得意としてた馬なんで、なので、まあ、水の浮くようなババで嫌気をささなければっていう程度で、ババについては考えてます。モンドクラッセ。モンドクラッセは快速馬で、まあ、現役屈指のスピード馬ですね。ただ、瞬発力がなくて、まあ、どうしても、その、 後半のところ、ギアチェンジを間違ったりだとか、あんまり強引なことをしすぎると足が上がっちゃうようなところはありますね。ただ、この馬、数千前にアポロケンタッキーとかグレンツェントとか G1 級の素質馬たち相手に4着と見せ場を作っての競馬してましたし、まあ、それぐらいのスピードはあるということですね。で、この馬は、まあ、そういう瞬発力があんまりないタイプなんで、左回りだとあんまり良くないところがあって、それで、 成績が安定しないところもありますんで、まあ、右回り、さらに小回り、まあ、土曜日なんか見てたらスピードバーが結構粘り込むような馬場,場でもありますんでそういったことを考えると行ききれればあとはコーナーからつつかれすぎなければこの馬は勝ちきってもおかしくはないかなっていうところですね。 なので、モンドクラスを本命にすればよかったなっていう結果になる可能性もあると思いますね。栗のスター王。栗のスター王はですね、まあ、高齢版になってきたんですけれども、この馬は不器用で、大飛びで不器用なところがあること、あとはズブいところがあるんですよね。なので、本当は三雪騎手とは手は合わないんですけれども、もっと追えるトップジョッキーを乗せた方が動くんですけれども、 あとはコーナーからの行きっぷりに関してもルメール騎手とかコンタクトとか天才的にうまい機種が乗れば多少は変わるでしょうしまあそういったようなまだそうですね今まで安定して走,走らせてもらえたっていう感じはないんですけれどもまあそうですね差し返したりだとかそういうしぶとさがあって、まあ、直線を向くまで諦めずに追い続ければ 差し返すぐらいの根性もある。そういったようないいところがある。馬ですね。まあ、ただスピードバーが揃っててスピード競馬になりそうで。直線向くまでうまく運べるかっていうところなんですよね。で、調子の方も絶好調とまではいかない感じが見られますし。しまあ、自力でどこまでっていうところはありますね。まあ好きな馬なんですけれども。 ちょっと今回は手を出しづらいですね、まあ、走ってもおかしくないんですけどねリーゼントロックリーゼントロックの馬主さんは浜野番長ですねでこの馬に関しても何度も言ってるんですがいいところがあってスピードとしぶとさあるんですけれども追わせるところがあるんで能力を出し切れてあげれてないっていうレースが多かったですねこの馬はとにかく最後ギアが上がりきらないんで追えるトップジョッキーを乗せてあげればいいんですけれども まあ、なかなかそういう手の合う騎士を乗せれてあげれてないかなというところで、まあ、だんだんとその自力がついてきて重症でも構想できるようになってきたんですけれども調子がいいうちにそういう騎士を乗せてあげた方がチャンスは広がるかなというところですね。何度も馬券圏内に来そうで追い切れずというようなレースが続いてきたかなという感じがありますね。名称住友。 名称住友は差し追い込み馬でまああんまりパワーがあるタイプでもないんですけれども、まあ、徐々に揉まれてきてパワーもついてきたかなっていう感じですねまあただどちらかというと両馬場の方が走りやすいタイプで、まあ、水の浮くような馬場なんでこういう馬場をこなせればっていう感じはありますねで死于紀は足を溜め切るタイプかというとどちらかというと 動きたがるパターンの方が多いタイプなんで。まあ、その自分から動くパターンがはまるかどうかですね。動くタイミングがはまるかどうかっていうところはありますね。あんまりスピード競馬が合うタイプの馬でもないんで。まあ、前が相当やり合ってはまればっていう程度で考えてます。湘南アポロン湘南アポロンは逃げたりしてたんですけれども、最近はサスケー場を。 することが増えてきました、ねまあでもそんなに瞬発力があるタイプでもないんで、まあ、うまく行為の内目の方馬群の中で足を溜めて手応えよく回ってこれればっていうところはありますね。まあ、こういう右回りの小回りっていうのは合いますんでまあ可能性としてはなきにしもあらずなんですがただ、まあ、先行馬結構揃ってますしまあ 本当にうまくごまかしごまかし回ってこれればっていう程度で考えてます。最後に僕の馬券の買い方についてなんですけれども、まあ、これもまたピオネロから行くにしてもテーマ人速との馬連の数が5倍ぐらいですか。まあまあ、他の馬連が20倍以上つきますんで馬連で行ってもいいんですけれども。 まあ復がつくんでしたら復唱も買っておいてっていう形で生まれんでも行こうかなっていうふうに思いますね。まあテーマ迅速にですね、なんかものすごい欠点があるだとかそういったことじゃない限りは人気場を消すだとかそういったようななんですかね理由なしに人気場を消すだとか絞るだとかそんなのはまあ 僕は好きじゃないんで基本的にはその消すだけの要素がある時に消すっていうタイプの人間なんで、まあ、何にも説明できないような要素を説明できるような要素がない中で消すっていうことはできないんで、まあ、このレースに関してもさっきのレースに関しても関谷記念に関してもそうなんですけれども、まあ、適当なこ消し方はできないということですね。 まあそういったことを考えると、まあ、あんまり生まれは回収率良くないんで、生まれは抑え気味でいこうかなっていうところはありますね。以上です。吉本興業、ABCDEU 加減という込みの東野滑郎と申します。失礼します。